田ゼミのフィルパイン TV です、八戸止まりの、列車から5分差で乗り着かせるというね、ここは前の人が急いでも追い抜かれない限り同じ結果なんで、走りません、というわけでね、あちらに乗ってきた、八戸止まりの、列車からこちら青い森車に乗り換えます。というわけで青い森鉄道始発青森行き、ここから終点青森まで乗ってまいります。はい、あくまでも走らない。あ、もうすでに座れない説がありますね、これさすがに豚やな。イエーイ、もしかない、はい、700ないんですけどね、もうこっから先は人多すぎるんで全部はやってます。信用業者線に行こうってことですね。私 もう仕事でやってる状態じゃなくて、しかも謎のエラーでロッカーだと動くテストがね、C 外だと動かない謎状態になって、テストじゃなくてね、いろいろ言いたいんだけどね、作業している人のスキルの問題もあるんだけど、ただまあそれをね、米沢が修正した結果、まあ出てるエラーの現象は分かったんですけど、いやーでもまあね、信頼通らないような事実なんで、まあね、検証する時間ないかなというのを言えます。はい、というわけで終点青森行き2分自着、よく2分自着で済みましたね。ということで、米沢もう仕事も途中で諦めて、もエラーどうなってんだ、なんでローカルで通るんだ、データベースのタイミングの問題とかだと思うんですよね。まあ、わかんないです。私が書いたところじゃないんで。もうでも本当ね、異なるエラーを同じエラーで書かないでほしいな、本当。同じこと繰り返しますけど、まあそういうわけで、青森駅です。青森駅は、何年ぶり？いや、もう9年ぶりぐらいです。で、おととしも、先々月も先月も来てないですからね、青森、ね、いやそんなことじゃないな、あれ青森駅、いやレインボーパレードですよ、だから先々月ぶりかね、はい、1ヶ月半ぐらい何を言っとるんだ、はい、はい、まだまだそんなにね、人通りは青い森鉄道は混んでますが、人通りはねそこまで混んでるわけじゃないけど、まあ普段青森に比べれば比較的ならぐらい混んでますね。はい、さあというわけで、ちょっと第2限度本部ね、行きたいと思います。場所わかんないです。さあというわけで第2限度本部でなんとエラーが解決するというね、こうすっきり身も心もすっきりした状態で、ゲート本部出まして、渡りました。あそこですね、高知屋さん、金物店、先々月のパレードでもね、手振ってくれた金物店のお隣、高知屋さんですね。あそこでガイドで、徐々にね、この観覧席が組み立てられてきて、いつもの景色でございます。来てる、まああと1時間余裕があるんでね、まあ去年はもっと早い時間に40分で着替えられたんで、まあなんとかなるでしょう。はい、公衆屋さんの、3階でね、着付け場所ですけど、先にね旅と草履履いとけって言うんでね、忘れてきた豆絞り買いました、結んでありますよ、ね、こうやって結ぶんだよ、はい、ちょうど30分で出てこれましたね、公衆屋さんからね。やっぱね、もうでかいし、もうね、でかい太い、重い、まあ重いは今回は関係ないですけどね、でかい太いなんで、紐が足りないとかいろいろ起こりました、ね。他の人もっとスムーズに、太らしい20分ぐらいできたじゃないですかね。ということで、ここ気に入ったので、今後もね、ちょっとこういうスタッフ、すごくね、そのバンさんというスタッフの方が、ものすごく優しくしてくださいましてね、本当に助かりました。ありがとうございます。まあ、時間の余裕がだいぶあるんですけどね、とりあえず、ねぶた広場までね、行ってみたいと思います。はい、アスパもやってまいりましたね。
こでね、中道さんと待ち合わせということですね。ここじゃなくてねぶた声だから福岡、はい、ちょっとね、10分でも座らせてほしい。あ、あちら座れるか。いやー、座欲しいです。結構きついですね。まあもう今日これは寝るのは無理で歩くんだね。これ歩きだね。私たちのねぶた、ここですね。はい、ミニねぶた、うん、来た。はい、私たちのねぶた自主制作実行委員会の今年のねぶたです。この前集合で20分ぐらい休憩したい、無事中道さんと合流してお話ししてね、本日の予定を打ち合わせましたということでね。はい、羽とデブ、羽とねぶたです。ちょっとまた座って休みましょうね。座ったらちょっと回復したんでね。さあ、瀬戸の大台とかね、動き出しました。まだ連合開始まで40分ぐらいかな。私も誘われてますけど、このままいってちょっとガス欠乏するからね、ちょっとカロリー入れたいんだけどな。私たちのねぶた実行委員会、伊達政宗じゃないですか。鳴子御殿湯の伊達政宗じゃないですか。なんかデレン層高いね、やっぱりさすがですね。提灯については後ほどじっくり見ていただきたいと思います。はい、ついていきましょう。おー、名前が出てくるわ。あー、しびれちゃった足が。ダメだこりゃ。まあね、安全第一なんで、正直途中離脱以上でございます。変わった。
祭り。ずいぶんジェネリックな発表ですね。お疲れ様です。はい。大丈夫ですよ。メインパレードの提灯を見なかった。はい。あ、まあ、了解です。はい。はい。はい、了解です。見に行こう。まあ点灯してからでもね、まあ見に行くんですけど。何かいた。あーたーたー釣れた釣れた。あれ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 どこどこ前に看護室ゴシフやろうってなる。うん、はい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 。これは見つけたんですよ。はい。あっち向こう側。あ、はいはい。いた。核燃料搬入阻止術の中道さんの提灯です。はい。こんな感じ。通り損ねましたけど回収の花火が鳴りましたね。まだ点灯しない省エネですね。着きました。点灯しました。着いた。着きました。はい、というわけで前も見てみましょうね。はい、着きました。まあ明日ね、佐治駅から観覧するんですけど、はい、これで楽しみたいと思います。はい、さあ、私たちのねぶた自主制作富士君から、の入りましたけど、まだ寂しいですね。まだ半分ぐらいがそうですね。まあ、毎年ね100人ぐらいですけど、僕もね、あんまり運行開始かどうかちょっとよく分かんないです。タオルはアメリカンです。
若者スタイル疲れるんだよ。最高に帰りました。最高に帰りました。お疲れ様です。待って。はい、今送りのね、林です。
インボーパレードにもご協力いただいている利権洋食店さんの隣、甲州屋さん。はい、戻ってきました。家の第二軒ともそのまま帰ろうとした。はい、ここで返却でございます。はい、脱ぎ終えましたね。脱ぐのは速攻でしたね。さあ、まずね、ちょっとこれ寒くない、アルコールの前に中飲みたいわ、ドリンク。はいはい、戻ってまいりました。第二軒と本部、ちょっとウィルキンソンの炭酸を途中買ってきまして、で、あとですね、これ差し入れいただきました。これね、アジセンの、アジセン、ミセンだね。台湾ラーメン。これ、ヨルさん食べた、実店舗で食べたことで、入ろうとして失敗したんだよね。はい、ということで。ありがとうございます。いただきます。さあ、いい香りが漂ってきましたけどね。これをちょっとすいません、作りましたっていうか、作っていただいたんですけどね、これね。すいません、ということで、そろそろ。時間かかってないけど大丈夫ですね。よいしょ、はい。味仙のこれね、日清の辛さレベル5段階で一周してんじゃないか、4ということでね。はい、こんな感じです。さあ、これ入れましょうね。これを入れると辛くなるらしいよ。はい、はい、混ぜ混ぜしましょうね。はい、こんな感じでーす。バシッ、いただきましょう。お、思ってたよりは辛いよ。うん、これはなかなか辛いですね。いいですね。これココイチ10辛より辛いかもしれないな。そんなことはないか。辛さの質が違うか。これいいですね。素晴らしい。はい、スープ飲み。おお、いいですね。でも麺の時と同じくらいの辛さ感ですかね。なので、割と、なんか、粘膜に張り付く系の辛みで、辛み自体は10辛ぐらいですかね、ココイチのね。はい。結構辛いと思います。はい。味仙の台湾ラーメン大辛、ね、無事完食完食しました。500キロカロリーぐらいです。今日これね、唯一食べた食事ってことでね、歩きまくった。まあ今日、錦帯橋線の奥でも 3.4 キロ歩いてるしね。ごちそうさまでした。大変美味しくいただきました。さあ、今年も札幌の同士から送られてきたメロンをいただく時間でございます。半分とりあえずいただくということでね、お酒入れるといいというので急遽ジムビームを買ってまいりました。ミニボトルね。はい。さあ、ではジムビーム投入時です。惜しげもなく大量投入。うまーま。これ合うな、ビームジム、ビームジムじゃないよ。ジムビームとだね。合うね、これ。おー。いや、めちゃめちゃ合うんだけど、これ。おー。うまい。これ、甘み強調されるね。へえ。うますぎた。はい、夜も更けてまいりましたけどね、ジムビームもこれ、5分の1ぐらい使ったかなして、ね、これでもかっていうぐらい緑のところが出るまで、しゃぶり尽くしました。種は取ったけどね。ということで大変美味しくいただきました。すべての皆さんに感謝です。というわけでご視聴ありがとうございました。明日の朝からは温泉駅全部入る第5弾大和に温泉駅編です。チャンネル登録よろしくお願いします。